エンディング歌わせてもらってます、松丸です。全部で27個あります。まあでも1人5個計算なんで。チェストも汗をたとチェストナイストグー。エンディング歌わせてもらってます、松丸です。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、レンに来てもらいました。はい、まあね、僕らのエンディングテーマのね、ホップで歌ってくれてる人です。というわけで、まあもうここは何回かロボしてるんで、まあ、そうね、ただ風切って走るからね。というわけで今回、まあ、5人というわけでこの曲やりたかったんです。ハンバーガーで1万円曲。はい、というわけでこちらのハンバーガーが全部で27本あります。マクドナルドとモスバーガーで合わせております。1万120円です。120円オーバーしてます。こちら全部かぶってません。まあ結構大食いになると思うので頑張りましょう。はい、それではいきます。じゃあそれではもうどうぞ好きなの選んでください。やっぱり来客のレン君から。そうだ、すいません。モス行きたくね。まあモス結構ね、高価なかなか食わないもんね、モスってね。そうね。え超自信ない。あー、エビ天七味マヨ。うわ、うまいやつ。俺マック行きます。こちら無茶ぶり親子照り焼き。え、だからこれバカでかくね。モスチーズバーガーです。僕、モス野菜バーガー。さすがスパチキ。はい、じゃあお手手とお手手を合わせて、せーの、いただきます。いや始まった。あ、この曲初めてだっけ。いや、何回かやったか一緒に。確かにぺっちゃんかまだ。うん、やったモスだ。モスうまいな。うめぇ。なに、これうまいってなるの最初だけなの。いや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 、去年にうまい。去年にはうまいんだけど、マインドかかるよね。じゃあ、心臓になるんだよね。まあでも一人5個計算なんで余裕じゃん、それ。ちょろ、ちょろいよ。学園負けたらやべえよ、でも。まあ、そうだな。2年の達成長見せないと。そう、モスは大きいね。うん。おはまる。うまい。食いに食いっていうのがモスの逆ね。任せろ。おぉ、ビッグマックです。はい、ごちそうさまです。3点。じゃあ俺も。はい、ごちそうさまです。まあ俺は次マック行こうかな。俺もマック行こうかな。そうしよう。あ、そうしよう。モスマック、モスマックみたいな。そうそうそう。じゃあ次モスバーガーで。クエルアビッシュは逃げだよ。逃げだな。一番食いやすいやつ。じゃあ逃げるよ。クエルアビッシュ。じゃあ俺ビッグな男になっちゃう。グラス、グランチーズ、テシー。そうだよ、でこっ。これ一番高くないのか。でけー。だってこれグラン負けかもしれん。負けって。グラン負けでしょ。弱力戦なの。うまっ。結構フィレオフィッシュだわ。あ、うめえけどこれ怖っ。コンボが怖い。コンボ怖いね、重いね。パンが来るのか。そうだね。え、バーガー1個って何カロリー。パンガーなのかよ。まあ確実に2000は超えるんじゃない。余裕でしょ。どんです。完食です。ビッグマック割れてる。今は早いんだ。しかもうん、モスマック、モスマックじゃない。いや、マックマック、お前はマックマック。マックマック。じゃあこれいこう。マック縛り。ベーコン、マックポテト。どうしよう。マックマック200円だね。どうしようかな、お腹が。カツは食いたい。いいよ、あのモスから好きなの取って。はい、ジャンボメンチ。ジャンボ一番ビッグサイズメンチ。じゃあジャンボメンチ食べます。え、ちっちゃくないっしょ、パン。え、そうだろ。じゃあ開けます。カツいいよ。メンチ、うわ、きつそう。それモスバーガー、普通の食事だったら1個でいいわけでしょ。セットでちょうどいい。セットでいい。ポテトの M 食い切れない。最近欲しいじゃん。脂っこくてさ、いいじゃない。あ、辛っ。スパイシー、辛っ。はい、完食。はい、はい、完食。うまい。エビカツ。いや、やばい。これおろしカツじゃねえ。うわぁ、レビューだ。うわ、マジで。はい、完食。じゃあ次、俺これ気になってたんだよ、ヨシキさんの X ジャパンでしょ。そう、無茶ぶり、うま辛テリヤキ。しなさっきと一応言っておくよ。ダブルかダブルじゃないから。あ、あれが基盤なの。じゃあいいや。いやいやいや、ちょっとだったらもっと重いの食べてあげる。さっき何食べたの。3人食べたの。食べちゃうけど、いいの。どうぞどうぞ。いいの。いや、分かった、よかったよかった。次すっかり重すぎて、ずっとモッチーズ。あ、モッチーズ。スパイシー、スパイシーいいじゃん。グランガーリックペッパー。やば、ちょっと待ってくれよ。食えなくなってんぞ俺。やめてくれよ。逃げてきたのに。じゃあ、あれね、あれ一人暮らしじゃないから飯食わないの。お、5キロやってたよ、一人暮らし。よく会う人にやつれたって言われる。もうやつれんだよ、それで。一回パンパンになったよ。こっちの方がパンパンだから大丈夫。お前はデブだもん。誰がデブだ。ほら、ほら、もう通ってる。そんな変わるんだ。やばい、温めたらうまそう。まだうまそうって言えるのがすごい。え、もう言えないの。そういうこと言ったら1個つけただけ。怖い。いつの間に男気になってる。はい、完食。今のところ一番食ってないじゃん。
一番食われても困るよ。あ、辛いね。これじゃあエビはガーッて言うわ。キャバ来た。え、もうバグはいらねえんだけど。どうすんのエビビだよ。まあ、残念。この角度でいくと意外と早く終わる。びっくりした。チキンレタスバーガーって美味しいっけ。あ、それ食いたいな。いや、残しとくよ。5個目で食べなさい、これ。おーい、ストップ目で飲んじゃ。絶望になるところだけ。完食。さあ、次マストの5個目で。まあ、君なら大きいの言ってくれるよね。なんかアボカドバーガーみたいなないの。いや、うまそう、それ。でも、アボカドってカロリーバカ高いんじゃなかったっけ。そうなの。だって野菜界で一番カロリー高いんじゃない。だから海のバターって言われてんだよ。山のバター、海のバターはカキカキって。マジ5個目って何もいらないね。うん、ほんとに。でもやっぱティッシュでくるのティッシュバーガーって何言ってんの。とびきりハンバーグサンド、モスのフィッシュ、エッグチーズバーガー。チーズまんまに。うわ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 。あー失敗だ。真ん中だけびっくりドッキリだもんね。そうそうそう、思った。そう、匂いもね、ビクドンなのよ。全然いけないもん。あー、めっちゃびっくりドンキー。重い。こんなに行くってしんどいんだなって思いました。じゃあこの今の感情を歌詞にして。ハンバーガー27個。うわ、めっちゃアイミョンとか歌ってそう。なに、モスバーガー食べないの。なんかもうここまで来たらモス食ったら負けな気がする。なんだ、なんだ、言ってんの。負けるの。一回食べて俺ぞ。せっかくどっちを振り出すの。焼き食うか。焼き焼き食べます。やばい、マジ進まなくなってきた。まだいける。そんな肉つけねえと。なんでおじいちゃんみたいなこと言うんだよ。あと一人一個で。勘違いすんのって感じで俺ここ食ったの。せーの。完食。でも太るの、これいっぱい食べたら。でも太るのいいやんまり。あ、でも冬に太っていく体勢がある。待って、全部終了。早い。エビかチキンか。エビ行くわ。揚げ物で。どっちもな。全部揚げ物だろ。あれ、なんでビックリドンキーと戦ってるんだ、一人だけ。あ、ビッグドン、VS ビッグドン。中学で流行。ああ、そうね。リザの禁止みたいなね。サッカー部と好き。ああ、そのイメージある。真っ黒い、真っ黒いのが汚いらしいね。ただ嫌いなんだろ。偏見にも程がある。ド偏見だ。エビカツバーガー。ウェベコンレッドスバーガーってこんなちっちゃかったっけ。時間経っちゃったから。時間で縮小すんの。じゃあもういいじゃん、もう一生放置してこんなにしてる。あ、元気すごい、食べやすいわ。ベーコンレタスいきます。あー、またチーズか。おすすめのと紹介してやるのと。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。終了とは限らない。すごいよ。ダイオン6個っていう権限はあるから。4個目終わり。4個目終わり。さてさて、残り2つとなりました。ジャン負けしていく。まあでもそのぐらいのリスクを負ったわけの方がおもろいな。で、4人目やるの、これは。いや、5? やめろよお前。お前さ、翔ちゃんってさ、頑張ったんだからやめろって。炎上するよ。じゃあ、けっぽい。はぁ、ダブルチーズバーガーね。何もらってみようです。はぁ、ピクルス苦手なんだよね。え、ピクルスだけ食べる。うん、こいつ食えよ。じゃあおい、食べないよ、一番良くないですよね。じゃあラストいただきます。はいはい。じゃあ、ね、口の中を開けしてもらいましょう。こっから投げると 2時間かかる。せーの、ごちそうさまでした。というわけで、ハンバーガーで1万100達成。出る出る。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。まあ今回は連打ね。久々の OB。 そうね、もう結構ね、半年以上経ったもんね。でさ、俺ニヤに聞きたいことがあってさ、うん、まあやっぱこう YouTuber ってこう OB すんじゃん、うん、プライベートでさ、こんな買う4個とか5個。買うはずないよ。魔法だよ、こんな買ってさ。あ、でもたまにね、暴挙でね、あの同じものを大量に買ったりするよ。アイスのみ10個とか。おお。でもそれに転じダメなんでしょ。レンのチャンネルを概要欄に貼っておくので、皆さんよかったらあのチェックしてみてください。いろんなね、弾き語りとかね、やってるんで。で、あのインスタの方も、載せておくので、よかったら皆さんチェックしてください。要チェックでございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。
さよなら、明日の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。